ございます。おはようございます。本日から、2日間合宿でスキルアップと、まあ、肩の仕事も深めていけたらと思います。はい、お願いします。お願いします。もう上から。はい。A と B。ダンスの本格的なレッスンを今までしたことがなくって、自分が思ってたよりもいろいろ大変で、これからもっともっとちゃんと覚えていかなきゃいけないなっていうふうに改めて再確認しました。立ち位置につくだけで結構気持ちが変わるので、本当にメンバーになったらこんな感じなんだろうなと思って楽しかったですね。悔しいっていうのがあったり、努力をもっとしなきゃいけないのにしなかったから、今のレッスンもあんまり納得いくようなレッスンになってない。思うようになんか振りが頭に入らなかったりとか、体がついていかなかったりして、ちょっと悔しかったんですけど、みんなと合わせてできるように頑張りたいと思います。みんなで合わせた時に立ち位置が複雑やったりとかして、そういうところをしっかりできるようになりたいなって思いました。思ってたよりも大変なところが多かったし、もっとちゃんとやってくればよかったなってちょっと後悔してます。今日は思ってたよりフォーメーションの位置がちゃんとできてなかったので、明日は頑張りたいと思います。じゃあ、振りは何でも取るのとかだけ、うん、違ってもいいから、場所だけ前近線とか、色が激しいな。前近線、前近線の振り、あんまりそうできなくてもいいから、とりあえず場所だけやれるだけ。せーの、いただきます。目覚まし時計めっちゃでっかい音で3回鳴らされて、めっちゃ起きてないの起きてないの警報かと思ったぐらい乾いたから。でも全然乾くないんですよ全然。よろしくお願いします。
を少し調べさせてください。はい。はい。はい、あーでください。問題本来後ろのビートを聴きながらちゃんとそこに歌詞を乗っけて歌っていかなきゃいけないんですけど、逆なんですね。カラオケ歌いをしていくと文字を目で追ってしまう癖があって、それで歌詞を乗っけて歌おうとしてるからビートがどん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 なくなっちゃうんです。これにダンスが入ってダンスを踊りながら歌うわけなので、今の作った方と歌ができないということは、ありえないですね。はい、どうでした？楽しかったです。ちょっとタカが難しい。つくタカ、つくタカがあったから、ね、そう、つくタカが、つくタカが、つくタカ、タカ言うてるか分からへんくなっちゃう。今の状況的にはみんなが踊れる状態なところでまずちょっと驚いてて、踊りながら歌いながら立ち位置もっていうのが今までやったことないようなことなので、ちょっと頭が今こんがらがってます。どうしたらいいです？当たっちゃう？みちゃんが早くに当たっちゃうんです？当たる。中村カレンです。
滋賀県出身の高校3年生です。そうですか、合宿が、めちゃめちゃなんかフォーメーションとかを合わせるのが大変やけど、なんか楽しいです、一番は、はい、自信ありますか？頑張りたいなってめっちゃ思ってるけど、なんかめっちゃ刺激もらって余計そういう気持ちが出てきてるので頑張りたいと思ってます。藤松さんがずっと憧れで、世界観とか楽曲とかがずっと好きで。藤松の曲では何の曲が一番好きですか？全金銭が一番好きだったんですけど、あの生バンドライブでスノーメモリーを、あのすごくあの刺さっていまして、スノーメモリーが一番。オーディション大変でしたか？頭パンクしそうになったりとかしたんですけど、なんかこんなに、いろんなことに挑戦してきたんですけど、今までオーディションとかも、一番、絶対なり叶えたいと思ったことなので、大変なこともあるけど、なんか楽しいというか燃えている方が強い。こうやって手を回すような感じ、頭の上で、そうそうそう、それを一周、そうそうそう、それを1、2で、すぐに肩肩、休まず、1、2、3、4、5、肩肩、はい、と、OK。 高校1年生15歳のリオです。好きなものは食べることと寝ることと料理部なので料理ができます。アイドルさんも大好きです。今までって何か活動したこととかはありますか？ないです。オーディション受けるのも初めてです。 お父さんとお母さんは何て言ってた？決めたことなら応援してよみたいな。でも、なんだっけ、後悔はしないよって思ったようにはできなかったです。できないです。今パートの位置とかリズムの取り方とかちょっと手こずっちゃって思ったようにできないのが悔しいなって思います。何時起きましたっけ？本当は7時に起きる予定だったんですよ。でも同じ部屋の人が、あのアラーム3回5時と5時15分だよ。誰？モネちゃんです。モネちゃん早いよ。起きると思うじゃないですか。モネちゃん起きないんですよ。私だけ起きて、なんで眠いって思ったらもう爆睡してて、モネなんで5時に起きたの？分かったじゃない。モネマジで後で聞こうよ。ちゃんと発言しようとか。モネちゃん。モネちゃん。しんどかったけど楽しかったです。でもスタッフさんに、今日の練習量は藤間さんがワンマンするときの半分ぐらいだよって言われて。言われたんですよ。もうちょっと
体力もつけないとなと思いました。最初は自分のブリブリで精一杯やったけど、なんか今日はなんかみんなでってできた気がする、うん、します。楽しめた。できた、はい、できました。